女の忍者というような存在というのは、確かに我らくのいちの起源となるのは勉強になったの。なった。何申した。拙者カルマサのお忍者。拙者ユーナギの前者。我ら服部発動忍者隊、ここに水産はぁ。インドのなんじゃ、あのな、インドのはよく名古屋城に、まあ、毎日出陣いたしとる。そうしたな。よくくのいちと言われるわな。言われることござる。よう言われるんじゃ。くのいちですか、くのいちですか、1分1秒くのいちですかって聞かれてな、水産はうんざりしておるところなんじゃ。うんざりしておる。それをどういうことだ。というのは、我ら忍びは戦国時代に最も活躍したと言われておりますが、くのいちという存在は実はなかったわけなんじゃ。なかった。そうなのじゃ。故に女の忍者というような存在というのはなかったと。なるほどな。いうことが、拙者は大学院にて忍者学を学んでおるのじゃが、入ってから拙者自身も知ったわけなんじゃ。なるほどな。そうなのじゃよ。しかしながら、くのいちの術というのはござって、それは万川集会という忍術書にも記されておるところなんじゃ。万川集会せよ。そこで書かれておるのは、そういった女性ならではのやり方で潜入捜査をしてもらうというようなことが忍術書には書かれてございます。ちょっと一つ気になることがあるんだけど、我らのようにこの装束は着とったか。そもそもこの黒き装束というのは、我ら忍びが実際に活躍して、その後に創作として皆が作り出した像、つまりは虚像なわけなんじゃ。なるほど。それがこう一人歩きしていって皆がよう知っておる忍者というのは黒いものじゃというような。さよう考えた。今思い出しましたね。大丈夫。でもどういった姿をしてたの。女性の忍者は。さようでございます。つまりは女性の忍者というのはそもそもはおらんかったっていうことなんじゃけど、もちろん先ほども申したくのいちの術で言えば、なるべくな宴会のような場所に女性を忍び込ませるというような風になった時には、もちろんその宴会の場にふさわしい服装なるものをしてもらうということが大事になるんだ。その場に合った服装で参る。さよう。我ら忍びというのはその場に応じていかに紛れるかというのが大事だったがゆえに、いつもこのような格好をしておったわけではなく、その場に応じた格好をしていったゆえに、さよくのいちの術もそのように使ったのではないかと。なるほどな。まあ、変化をいたしておったんです。そうなんじゃ。なるほど。ちょっと拙者質問なんじゃけども、このくのいちは女忍者というのは日の本全土で任務いたしておった。そもそもそのくのいちというのがおらんかったって何でも言う。まあ歩きにこう。ああなるほど。前者が言っておるのは、くのいちというものの原型、その前の起源が歩きにこじゃと言われておる、そういうことについてでいいと思います。確かに我らくのいちの起源となるものは歩きにこと申して、人をいたしながら全国を巡った者たちがおって、その歩き巫女という者たちが我らくのいちになったのではないかというふうに言われてはおるわけなんじゃな。なるほど。そして実際に歩き巫女の研究をしておる者もおるわけなんじゃけれども、しかしながらその歩き巫女とくのいちの関連性というものがはっきりとしておるわけではないのじゃ。なるほど。しかしながらじゃよ、拙者が思うのは、そういったおなごの忍び、いわゆるくのいちと呼ばれるようなものはおらんとしてもじゃよ、しかしながらそのように情報をうまく扱いながらこの世の中を渡り歩いていったおなごというのは行さんおる。なるほど。まあ情報収集いたしちゅうことだな。せよせよせよ。我らの任務とは見とるちゅうことだ。せよ。ユニットの忍術というのは我ら忍びだけが用いるものではなくて、あらゆるものに共通して使えるものにござるから、そういう意味
では、うん、黒い血というのは不確かな存在じゃとしても、皆がある種黒い血じゃったと言えるのではないかと。ということは、つまり何度も同じこと言う申すかもしれないけれども、今現世で、まあ、例えば動く絵巻、映画なるものじゃったり、ドラマなるものがござるんじゃけど、女性忍者っていうのが出とるんじゃけども、それでも想像上の忍びっていうことじゃない。さよ、そういうのは想像上、つまりくのいちなるものはおらんかったけども、そのような忍術を応用しながら生きておった女性はおったじゃろうというのが、こたびのまとめにござる。なるほど。いや勉強になったの。なったなりました。珍しく真面目に話してました。おこれ見ておる者たちも分かりやすかった。さっかでは、このくのいちについて少しでも理解が深まったと思ったものは、チャンネル登録そして高評価をお願いいたします。お願いいたします。